では町田のスタメンを予想フォーメーションでご覧いただきましょう。前節からは2人両サイドが変わっています。ゴールキーパーは福井です。4バックが奥山、深津、高橋、尾長です。ダブルボランチが高江と佐野。今日は平川優が初めての先発ということになりました。そして左には太田です。今日は長谷川アーリアジャスールがメンバーからは外れています。ヒラットがトップ下という予想、そしてドゥドゥがワントップ。それではファジアの岡山です。前節とは同じスタメンです。ゴールキーパーが梅田です。4バックは川野、柳、ヨルディバイス、徳本。ワンアンカーに本山、そして河合と田中が中盤を構成します。右のワイドに宮崎、木原、左にはチアゴ・アウベス、そしてワントップがミッチェル・デューク。今奥山が、ね、身を挺してボールをキープしましたら、はい、この町田のサポーターの皆さんから大きな拍手が送りました。ここは川野、中に送って、うまい、ドゥドゥ送って、平戸ちょんと送って中に入っていく。さあ折り返して中野、決めた、松田先制点、平川優。プロ初ゴールです。平川が中に入ってくるだけですね。このボールのやっぱりドゥドゥの、ね、コースの切り方やってインターセプト、あと平戸の抜き、それから最後のラストパス、落ち着いてますよね。平川もよくここ入ってました。いや、もちろんそれ入るっていうのは多分チームとしての役をすることだと思いますけど、まあ、あとはもう本当に決めてくださいというボールをね、はい、まあ、福井は少しこう近くにね、受けに来たところのゴールの方に出しましたからね。ここは体を使って壁を作って、デューク、可愛いから柔らかいボールの中に入ってヘディングシュート、田中、上背ありませんがドンピシャリ。地域の人々とのフライを大切に、そういった選手になりたいということを話していました。金山のフィード、これは味方にボールは渡りませんでした。で、ね、ここは佐野回収、あ、取った、チェガウベスからデューク、前を向く、佐藤間、中に入ってきて宮崎のシュート、ーナイスキーパー福井、決定的でした。いや、中盤でやっぱり佐野からボールを奪ってですよね、デ、うん、ュークからスルーパスで、ちょっと角度ありましたけど、はい、尾長が蹴ります。中シュート、太田、スーパーゴール、太田見事ワンタッチで突き刺しました。今シーズン初ゴール、町田2点目。ああ、相手のクリアですか、ね、相手のクリアが、まあ、そのファーサイドに行ったところを、そうですね、これをフリーで、まあ、少しこう中央に入りながら、ワンショートバウンドですか、これ、まあ、一回バウンドしてますけど、こうなると町田の方は、まあ、吉尾を抜けたんでサイドアタックが補強しましたけれど、はい、まあ、今日ベンチに山口もいますし、この平川、あと、ね、逆サイドの今日の太田、またここも競争が激しい。競争は激しいと思います。裏のボール、平川が出ました。逆サイドから太田が走ってくる。佐藤が自分で行くか。太田に流した。決まった。松田3点目。太田今日2点目。見事な攻撃。で、キーパーとディフェンスラインの間ですよね。いいところでした。結構早いボールでもう合わせるだけと。ディフェンダーも後ろ向きになってますんでね、なかなかこれはこのスピードのボールだとやっぱりボール触れなかったですよね、うん、素晴らしいと思いますね。さあ高江フェイント入れて、おっとっとっ、ちょっとムークが押してしまいましたよ。ムークが平川、あ、レッドだ。うわ、今日は日本デビュー戦だったんですが、平川がいて、あ、もう意図的にちょっと手で押してます ね、 すね。その回収がつきま す、ね、さあそして柳からデューク落として、田中、元山前を見てデューク落として前を向いて、さあどうか、シュートはどうか、さあシュート入った、川本です。ようやく返しました。いや、そこゴールに行くまでのそのパスのテンポも非常に良かったですよね。そうですね、今季これが2ゴール目になります。これデュークが起点に、ね、なって川本にワンタッチで
柳ですかこれ。そうですね、柳がで佐野返します。小長縦さあ山口、山口も得点欲しいところでしょうか。シュート打った、狭いところを狙っていきました。さあもう一回ボールをもらって山口、中ビニシウス、アラウジョかわして、もう一回か打ちに行くか、高江のシュート、今日は3対1町田リード、うん、高橋素晴らしいですね、もう外に出してね、あでここで試合終了です。町田ゼルビアはこれで3連勝、3勝1分け、今シーズン負けなし、これは続いています。ファジアの岡山の方は今シーズン初めての敗北と敗戦ということになりました。